サイコ4は1990年制作のアメリカ TV 映画作品。アルフレッド・ヒッチコックが生んだ往年のサイコスリラー映画のバイブル、サイコシリーズの通算4作目にあたり、アンソニー・パーキンス後期の主演作。前作パート3では監督を務めたパーキンスは今回は主演に専念し、代わってミック・ギャリスが監督を引き継いでいる。 全3作までは劇場公開作品であったが、本作は TB ムービーとして制作された。本作はノーマン狂気のルーツを克明に描写している。描かれなかった彼の知られざる孤独と少年時代の秘密を暴く展開で、シリーズ中登場しなかったノーマンの母親が登場する。名女優、オリビア発生がこれに噴したほか、ET で、 主人公を演じたヘンリー・トーマスがノーマンの若き日を演じている。深夜、あるラジオ番組でリスナーからの告白をメインのコーナーとして人気を誇る番組の放送中、ある男から意外な告白が寄せられる。当日のテーマは母殺し。電話の男はあたかも自分がそれを実行したかのようなニュアンスを匂わせる話ぶりで、 パーソナリティとゲストの心理カウンセリングを相手に作り話を楽しんでいるようだったが次第に話が進むにつれ自分はあのモーテル殺人事件でかつて逮捕されたノーマンベーツであることを告白したすでに愛する女性と暮らし表向き社会復帰しているかのようなノーマンだが彼の狂気はまだ終わったわけではなかったありがとうございます